ティッチパンプアンチャンは、タイ王国、スパンブリー県出身のプロサッカー選手。タイリーグ1 b g パトゥムユナイテッド FC 所属。タイ代表。ポジションはミッドフィールダー。日本では、ティッチパンプアンチャンという金表記も使用されることがある。ムアントニーユナイテッド時代、ムアントニーユナイテッド FC、トップチームへの昇格後、1年目からタイ2部にところ、属していた。 スパンブリー FC に期限付き移籍し試合経験を積んだ。ムアントンに復帰した2012年にはタイプレミアリーグ優勝を経験。その後は順調に年代別代表に選出されるなど活躍を続けていたが、2016年にチャナティップ・ソングラシンラ3選手が加入すると出場機会が減り、同年5月にチェンライユナイテッド FC に移籍した。 2018年に移籍金3000万バーツで、バンコクグラス FC に移籍。同年5月に加入した田ブンケサラットと中盤を構成するも、チームの調子は上がらず最終節で、タイリーグに降格の浮き目にあった。2018シーズン終了後に、バンコクグラス公式サイト内のライブ番組にて、同クラブ会長のパウィン・ピロム・パクリが提携先である。 J リーグセレッソ大阪に期限付き移籍する見込みであると語ったが、後に交渉は立ち消えになったと大国内で報道された。その後、新たな移籍先として大分トリニータが浮上し、2019年1月18日に大分への期限付き移籍での加入内定が発表された。AFC アジアカップ参加により、チームへの合流はリーグ開幕の約3週間前であったが、 本人も予想外であったという2月23日の開幕節、鹿島アントラーズ戦のスターティングメンバーに選出されるとカウンターの起点も担うなどチームの勝利に貢献。試合後同僚の松本玲は大分の細かい戦術を理解するのは難しいし、ましてや外国人、あそこまで理解してスムーズにプレーできるのはかなりすごいと称賛し、ボランチコンビを組んだ前田亮介は ニューは攻撃も守備も両方できるので、ちょっとフォローするだけで良いとコメントした。5月8日、y b c ンカップグループステージ第5節ビッセル神戸戦にて、同試合の決勝点となる来日初得点を記録した。ただ、第7節で、島川敏郎にポジションを奪われるとその後は、先発機会が減少、通算でリーグ戦20試合の出場であった。2020年、 BG パトゥムユナイテッドに復帰。2011年に U-19 体代表に選出されて以降、U-23 代表、A 代表と各世代で名を連ねている。2019年、AFC アジアカップ2019のメンバーに選出されると予選リーグ決勝トーナメントと計4試合にフル出場し、グループ A 最終節。 開催国の UAE 戦では0-1の状況から同点となるゴールを決め、チームを決勝トーナメント進出に導いた。ありがとうございます。